本日も私鉄を研究するチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。現在私が来ておりますのは東急新横浜線の新横浜駅でございます。本日はこれからですね、意外と知られていない東急新横浜線綱島トンネルの出口まで行ってみたいと思います。それでは本日もどうぞよろしくお願いします。やってきました。副都心線直通の急行和光市行きに乗車しまして、まずは新綱島まで行きます。で、東急新横浜線というのは皆さんご存知の通り、新横浜から日吉までを結ぶ東急電鉄の路線なんですけれども、そのうち新横浜から新綱島までは、これは綱島トンネルではなく新横浜トンネルという名前になっております。で、今回取り上げるのはこの新綱島から日吉までの綱島トンネルとなります。で、まずは一旦新綱島の駅にて下車をしまして、その綱島トンネルの新綱島側の部分をちょっと皆さんと一緒に見ていきたいなというふうに思っております。ということで、ここが新綱島の駅で、目の前に綱島トンネルがあるんですが、この綱島トンネルの看板の下の部分、その綱島トンネルの距離の部分を見てみてください。そうすると 1356.51m って書いてあると思うんですけれども、新綱島と日吉の間は 2.2km で、そのうち駅の真ん中と真ん中の間が 2.2km なので、そこから削って 2km にしても、やっぱり新綱島から日吉までって、大部分がトンネルじゃないですか。で、そのような中でこのトンネルは 1.35km、 1350m しか掘られていないんですね。はい、ということでここからが今回の動画の本題になります。新綱島から日吉までのその大半の部分が暗闇区間であるのにもかかわらず、実際にトンネル区間が占めるのはわずか7割弱。このからくりは一体どこにあるのでしょうか。次にやっていきます急行の西高島平行きに乗車して、そのトンネルの部分、からくりを皆さんと一緒に見ていきたいなというふうに思います。新綱島でございます。はい、ということでこの新綱島の駅から急行西高島平行きに乗車しまして、今回の目的地でもあります、綱島トンネルの中へ、早速行きたいなというふうに思います。で、今から皆様には、背面展望をご覧いただきます。なんで背面展望を今から皆さんにご覧いただくのかというと、やっぱりこの新綱島から日吉に駆け上がってくる列車の場合だと、今回のこのトンネルのからくりっていうのが分かるのか、背面展望の方がすごい分かりやすいんですね。なので今回は皆様に背面展望をご覧いただこうかなというふうに思います。列車は一面二線の島式ホーム新綱島の駅を発車です。
この新綱島を出てすぐにこの綱島トンネルに入ります。この綱島トンネル、日吉駅の手前までは、上下線が分かれている、単線シールド方式のトンネルとなっております。その後しばらくすると、カーブを描きまして、ここから先は東急東横線の線路と並走するように走っていきます。なお実際に東急東横線は、この地上の高架区間を走っておりますので、トンネルの中から見ることはできません。ただ現在東横線と並走しているという知識につきましては、この動画の中ではすごい重要なポイントとなっていきますので、皆さん頭に入れておいてください。で現在日吉駅に向かって思いっきり駆け上がってきているところなんですけれども、この部分勾配が一番きついところで 37% あります。そしてここまで単線シールドトンネルを通ってきましたが、ここで上下線が合流しまして箱型トンネルになります。で箱型トンネルがあるってことは、この先に出口があるということです。はい、そしてもうすぐ通過いたします。はい、今通りましたのが、綱島トンネルの出入り口です。もう一度再生してみましょう。まず現在走っているのが天井の低い箱型トンネルの部分、そして急に天井が高い部分になってきたと思います。こちらが綱島トンネルの入り口と地上区間の境目です。で今度はちょっとスローで見ていただきたいのですが、今これ天井の低い箱型トンネルの部分です。で一旦ここでストップします。でちょっと今こう一時停止した部分の画面の左側を皆様に見てもらいたいんですけれども、トンネルの入り口によくある名板みたいなやつがここについております。つまりこの暗闇区間っていうのは、ここの入り口を境に地上区間、まあ、厳密には地下線への取り付け部分っていうのと綱島トンネルの境目になるわけです。では一体なぜトンネルから出たにもかかわらずまだ暗闇区間が続いているのでしょうか。まずこの出入り口付近の壁をご覧ください。そうすると壁の下の方はコンクリートで固められているのにもかかわらず、上の方はコンクリートとは別のもので封がされているような感じになっております。で、まあ、これが何なのかと言いますと、まあ、防音のための、まあ、壁になるんですね。で新横浜線はもうこの部分ですでに地上に出ておりますので、沿線の人たちに騒音の被害がないように防音壁が設けられました。でじゃあこの上の部分は何なのかっていうと、この上の部分に東急東横線が走ってるんですね。なので現在この地点では東横線の真下を列車が走ってるということになります。つまり東急新横浜線が綱島トンネルを出て地上に出てきたのにもかかわらずまだ暗闇区間が続いている理由、これは東横線の高架下で防音壁に囲まれながら線路が通っているからといった理由になるわけですね。なのであの日吉駅の先端から見えるあの暗闇部分っていうのは実はまだトンネルじゃなかったりします。はい、ということで本日はですね、この東急新横浜線の新綱島日吉間にあります綱島トンネルのからくり、まあ、からくりというか、まあ、ちょっとした面白い特徴について皆様にご紹介できたかなというふうに思います。それでは本日も私鉄を研究するチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは失礼いたします。